日本プロ麻雀連盟チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は第13期グランプリマックス予備予選 B 卓の模様をお届けいたします。実況を務めます大月レミです。よろしくお願いします。そして解説は三浦智弘プロが務めます。三浦プロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このグランプリマックスの予備予選は地方プロリーグの優勝者、ランワ戦優勝者、そしてポイントランキングで一次予選にポイントの足りなかった選手の16名で行われます。それでは B ブロック1択の出場選手を紹介していきましょう。まずはちーちゃから。21期関西プロリーグ優勝、大好位となりました関西本部花岡明夫。なんちゃ第2期ランワ戦優勝、北陸支部吉野篤。そしてシャーチャにポイントランキング22位、鳳凰戦は A1 リーグで戦っております杉浦寛介。そしてペイチャに第31期東北プロリーグ優勝、天勝位となりました東北本部より菊田雅俊。以上の4名での対局となります。はい、それでは16名の紹介はしない、あ、こちらですね。はい、本日 A ブロックは終了いたしまして、猿川雅俊プロが出場決定しました。 B ブロックはこの8名で戦います。この8名の中より1人だけ、2月の13日に行われるる一次予選 A 卓に出場する方が決まります。あ、 C 卓、失礼しました。 C 卓、荒間康プロ、伊藤優子プロ、和久津明プロのところにね、入る方が決まります。はい、それでは対局の準備が整ったようです。第13期グランプリマックス予備予選 B ブロック1択の対局が立ち会い人今野慎太郎の合図で開始されました。なお、ルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟の公式ルールで、1回戦を戦い上位2名が決勝戦に進出します。まずはちーちゃから花岡。ドラは嘘です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。花岡、パッと見悪くなさそう。悪くないですけど、はい、ドラもないですし、ちょっと愚形が多いですよね。はい、してなんちゃに吉野、ちょっと面白いハイパイしてますね。本一だったりが見えます。はい、ペイがあんこでした。そして、お、ハクが統一、ローピンがあんこで、ペイちゃんに菊田。菊田は統一が多かったか。さあ、この予備予選なんですけど、はい、ちょっと普段のリーグ戦とは違った趣の感じになる可能性が高いとは思います。はい、どういうところが違うんでしょうか。結構なんか麻雀よく見られる方は最強戦とかをイメージすると分かりやすいかもしれないですね。最初2人を1半ちゃんで2人を決めて、はい、でその後また1半ちゃんで今度はトップを決めるっていう、ね、そうですね、トップ取りという、はい、ちょっととその普段のリーグ戦みたい なんかポイントを伸ばそうみたいな感覚とは違ってくるので、とにかく着順勝負、はい、相手とのポイント差が大事になってくる対局です。はい、ありがとうございます。特にね、最初の、1回戦、はい、その予選 その B ブロック1択2択の方は、はい、上位 2名に残れば、次の決勝戦に残れますので、今回は上位2名を決める戦いとなっております。そうなんですよね。なんでだから例えば1人が抜けたとかなっても、うん、まだ全然諦めずに、はい、その2着までに入れば大丈夫、はいはい、むしろそれと2着と3着では全然違うと、はい、戦い方がいろいろ変わりそうですよね。まあ、とはいえ最初はね、そのトンバはいつも通り自分 の、はい、そのできればポイントをたくさん持とうっていう打ち方にして、うん、難入してからがその、ね、ポイント合わせになってくる、着順勝負になってくるんじゃないかなとは思ってます。はい、杉浦さん伸びてますね。はい、杉浦いいシャンテンですが、ただいいシャンテンとは見たくないですよね。まだ形が悪い、はい、チートイツだったり、はい、イーペーコーだったり、さあドラドラです。菊田さんドラドラ、花岡は野蛮なんですがちょっとまだ遠いか、チーピンがんこになりました。ちょっとゴツゴツしてきましたね。そうですね。そして吉野が先ほどパーピンを切って、ほら本一に向かいましたね。そうですね、スーソもつも切りして、うん、ドラを引いてのね、そのミドル打点みたいなのはミドル打点、はい、もう一気に本一で高打点狙いに行ってますね。はい、うんうん、お、杉浦こチーソーを放していきました。今のも面白い選択でしたね。急走、うん、切ると、はい、3アンコとか残るんですけど、うん、これもしかしたらその2着
いないに残る、はい、その普段のリーグ戦とはちょっとバランス変えてきてるのかもしれないですね。こちらですね、そうですね、そのスーワン、ハク、チーソが全部ションパイだったので、はい、普通は急走切ってね3個とか残しそうなんですけど、場合によってはさばきとして使うと、ハクのポンテンで、そうなんですよ、そのやっぱりさばき手の価値が変わるってのが大きくて、はい、さあここで老僧があんこになりました。こっちも立て立てしてますね。杉浦が欲しかった老僧があんこになってしまいました。おお、ただ嬉しすぎる4枚目の老僧を引いてこれでリーチとなりました。杉浦ハクとスーマーのシャンポン待ちです。これは文句なくリーチですね。そして嬉しいハクはまだ山に2枚あります。スーマーも2枚います。おシャンポン4山大チャンス、大チャンス。そしてこれは Q1 が現物、はい、親の花岡も向かうでしょう。直子さんはね親番でちょっと面前じゃないと甲立てに狙えなかったんですけど、この杉浦さんのリーチを受けたことでおそらく単野のポンテンを取っていくんじゃないかなと思います、はい、場合によってはリャンウピンのチーテンすら理想ですね。これでさらに単野になっていくシャンテン。吉野さんはこいつに、あ吉野嬉しい、でもスーピンが危ないんですよね。一旦自敗から切ってこの後伸び次第では押し返そうって感じですね、はい、うんうん、杉浦の星数万は1枚吉野の手に吸収されました。吸収しましたね。それでもまだ3山、特にハックでねつも上がるとかしちゃうと、はい、一気に通過がそうです、ね、はい、近づきますからね。2着までに入ればいいとなると一旦ね2000、4000上がっとくと、そうなんですね、特にこのルールで満貫つもだとちょっと抜けるた感じしますよね。菊田さんはもうドラドラだったんですが、はい、もう前順 E ピン切ってもうかなり折りの方向に向かってます、はい、ちょっと無理はできないと。野川さんもイーソーはつもぎったんですけど次の無筋の E1 で一旦現物のロー1にしましたね、うん、まあ頑張るぞ。テンパれば押し返すとは思うんですけど、はい、現状ドラもないイーシャンテンではつもぎるほどの範囲ではなかったということですね、はい、さあ菊田の元に数万がまた1枚、これで吐くだけ、これで花岡がウーピンの中央してテンパイを入れました。三蔵とパワー1のシャンポン待ち。パワー1は山にないですけど三蔵が1枚、はい、積もれば3アンコウがついてそこそこの打点になりますね。2対1、これは分かりません。ただこうなると花岡もハクを掴んだら止まらないでしょうね。これはなさそうですね、はい、ただ自分の三蔵もある。現状ね花岡さん手牌に残った牌が全部危険牌なので、ちょっとドラ引いた時にどうするどう受けるかぐらいで、他の牌は多分全部積もぎりになっちゃうんじゃないかなと思います。確かに自身の種類が少ないですもん ね、 そうですね。こっちは同じ牌しか持っておりません。ドラマ先切れないし、さあハクだ、これは掴んでしまった。補充となります。リーチハクドラ1で5200、杉浦の上がりとなりました。いやまあ杉浦さんが大きいということぐらいで、はい、またさっきも言ったようにね花岡さんも2着まで残ればいいので、ね、全然まだわからないですね、はい、さあ何2局吉野の野番、吉野は能登の狂犬と呼ばれているみたいなんですが狂犬っぷりを見せてくれるのでしょうか。吉野さんね、はい、僕よりもベテランですからね。あ、そうなんですね、はい、25期とかでしたっけ。吉野は26期ですね、はい、僕より2年先輩ですね、うん、で32歳ということでめちゃくちゃ若い時に入ってるんですよ、はい、出場するしている中でもかなり若手の方の選手ということで、はい、18歳とかで受かったんじゃないですかね。そうなんですね。あ、違ったかな、なんか26期14年目ってなってるので、はい、1回落ちたとか言ったかもしれないですですぐはその翌年受けてすごい若い時に入ったみたいな聞いたことありますね。今回も C1 リーグから B2 リーグに昇級を決めているのでね、次回から、はい、B2 リーグで戦うこと、今乗ってるってことですね。そうですね、はい、ドラはスーピンです。吉野ダブトン統一にドラも1枚めちゃくちゃいい。まだ形は苦しいが上がれたら高い。形は杉浦さんもかなりいいですね、うん、で菊田も2メンツこれで完成、はい、3色まで見えます、うん、花岡ペーチャでペーが統一、ピンズが多い形、これもね薬杯統一でドラ1枚なんで、はい、仕掛けてマンガンクラス狙えるのでこれぶつかりそうですね。そうですね、皆さん打点もありそうだ、はい、杉浦さんはドラのところが両面になってハクを切るかどうか、うん、チーピンから、はい、まあ、手配的にはね広げてもいいんですけど、やはりちょっとリードしたことで、はい、その安全牌候補も置いておきたいなという感じですね。さあここ分岐点ですね。一旦自配切るのが無難なんですけど、はい、一旦自配にしました、はい、できれば本一まで伸ばしたいのでね。まだ想像の両面は払いませんでした、はい、メンツになったらリーチ薬杯ドライチを目指していこうと、ね、さあ残すとハクが重なりました。
シーソーからちょっと2差しの3色も残してますね。あ、なるほど、それだ、その両ピン切り残し、両ピン残しだったんですね、はい、さあペーがあんこになった、嬉しい。これで本一いらない、2枚切れのいいピンを切ってシャーが重なったら本一に行くけど、うんうん、このままでも十分高打点ですね。なるほど、さっき5200放銃したのでさすがにこれチーテンは取らないでしょうね。お、杉浦さん伸びてますね。伸びてきた、3連チャン一通の形ができました。うん、菊田もちょっと伸びてない。菊田さんも出牌、おお、来ました、はい、菊田さんがねトーンダブトン吉野さんが泣き大牌浮いてるんですけど、はい、出牌がいいのでね近いうちに泣けそうなんですよね。そうですね、ただダブトン泣けたとしてもすでにその杉浦さんと花岡さんの方が出牌はいい天牌。さあ一通とはなりませんでしたが杉浦に先制天牌が入りました。サブローピン待ちでリーチといきました。これもさっき言ったようにもしかしたら普段のリーグ戦だったらリーチせずに、うん、はい、これどうしましょう。うーん、ドラは数ピンなんです。サブローピンでリーチに見えますけど数ピンは一応中筋ではありますね。9ピンも1枚切れですからね、おそらく数ピン来てリーチになると思います。お、強くいきました。はい、はい、花岡もリーチといきました。サブローピン待ち、同じ待ちですね。サブローピン対決、高いの報酬はない。山に2枚、どっちが上がるんだ。また杉浦さんの手配なんですけど、はい、あの一通の変化あったり、はい、うまくいけば本一まで渡れる可能性もあるので、うん、リーチしない手もあるんですけど、そうですね、さっき5200の加点をしたことによって、はい、この2600出上がり2600積もって1200でも十分っていう判断になったっていう感じ、うんうん、ああ9ピンだ、先に9ピン。あ、本当ですね、シャンパン待ちなら捉えていた花岡。ただね、これ両面でも6000、出上がり6400あってね、打点十分なんでね。そうですね、これはやっぱり両面に受けるのが自然だとは思います。一応数ピンも中筋ですしね。さあ残り2枚をどっちが引くか、ちょっと残りの2人はね押し返せそうな形になってないので、はい、ここは2人の勝負になりそうですね。サブローピン対決だ、まだ流れてないですもんね。はい、うん、吉野も親番でしたがここは一歩後退。この人は安全牌は、まあ、二間リーチなんでね足りることが多いんですけど、はい、これね花岡さん上がりたいですね。さっき5200ボールしただけに、ね、取り戻したい。吉野さんは現、はい、現物はあるので降りるのは簡単、はい、嘘とかが現物なんですけど、ここはやはり、まあ、短期の可能性はあるけどトーンを切ることでチート率の可能性で残したというイメージですね。さすがにメンツ手で追いつくのは無理そうなので、この後自然にチート位置で押し返せる可能性だけ残したって感じですね。なんかダブトンがあんこになったら切りたくない病にかかってしまうんですがいや、わかりますなんか押し返したい気持ちになるけど、はい、ここからはさすがに二間リーチなんで ねまだ流れないですね。さあ菊田さん現物つきました。数字の E1、まだ2枚あります。減っておりません。サブローピン待ち、よしの、ここで数ピンを使います。あ、3ピンだ、積もった。杉浦のツモリーチ、ツモドラ1、千里線のツモ上がりとなりました。うん、強い強いですね、はい、花岡さんシャンポンも多分選択肢に割ったと思うだけにちょっと悔しいですね。そうですね、そして同じ待ちだったのかという、はい、さあ杉浦の矢番です。杉浦しか現在上がっておりません。5200、1200、2000と上がった杉浦の矢番、そこそこの打点2回上がれたので、はい、まあ、このルールで2着残りっていう条件を考えると、うん、かなり有利に渡ってると思います、うんうん、はい、ドラウピンです、まあ、ただまだトーン3局なので上がれる手は上がりたい、はい、花岡は初が統一想図が多い形か、吉野は3ピンがあんこですが他の形がまだ苦しいか、ドラのウーピンがまだ山に4枚あるので、はい、それを誰が引くかによって手牌の価値が大きく変わってきそう。菊田さんも欲しい、花岡さんだけ本一メインになりそうなので、うんうん、あ、これで初がんこになりました。またさっき言ったように、うん、初があんこになったことによって、はい、リーチ薬杯ドラ1が狙いやすくなったので、うん、本一に行かなくても、ね、一旦ドラ引いたら、はい、多分採用するんでしょうね。これで関数間を引き入れて一面つ完成。こうなると花岡側
まだ一番いい手配なんですかね。ちょっとみんなまだバラバラですよね。そうですね、さっき言ったように本当ドラを1枚引くだけでね、このルールはガラッと手配が変わるので、はい、ここに菊田さんのこの手にね、そうですね、ドラ引いたら一気に確かに1番手に出るとか、本当1枚で変わっちゃう。あ、これ一気に来ましたね。はい、これでスーピンを切ってドラ受けをなくしました。さあ、ウーピンここに来た。一番使いづらいところに来たかも吉野の元に、まあでも嬉しいは嬉しいですね。はい、さあドラ受けができました。ソーズ両面固定。花岡さんは仕掛ける牌あるんですかね。ちょっと現状では仕掛けづらい形ではあるんですけど、リアンスはポンしませんでしたね。はい、まあ、一旦ちょっと ね、 こちらの形ですね、重なり、これで仕掛けつくなりましたね。はい、A もリアンスも1枚切れなのでポンはしていくとして、はい、その他はどうするか。3層だったり、さよしのもドラにくっつきました。チーソチーとかもありますもんね。さあちょっと難しい。差し子は残しましたね。はい、杉浦いいシャンテン、一通やいいペークを残しつつドラ受けも外さないという選択ですね。うんうん、ドラがまだ3枚もあります。金岡さんはスーピン切っちゃったのでもう使えない。さあ貫通になりました3ピンがどうしましょうね。すぐ貫する手もあります。はい、一旦ローワンチューンを切っていいシャンテンとかテンパイで貫する手もあるんですけど、うん、はい、ここは3ピンを暗貫しました。カンドラは増えないルールです。さあ嬉しい、イーシャンテン目いっぱい。これでチーワンとかはチーするかもしれないですね。お、なるほど。はい、一旦テンパイ取りました。吉野さんの目からはチーピンがもう数ピン3枚切れなので、はい、まあ、上がれるならチーピンっぽいんで、うんうん、なるほど。チーワンをチーしてしまえば3色もつくと思ってですね、勘してて5200はかなりの勝負手ですからね。うん、はい、さあ先ほど一旦カンリャンマンでテンパイを入れていた杉浦ですが、このままカンリャンマン続行、待ち替えもできましたが、ね、はい、親番なので待ち替えしてリーチという選択もありそうでしたけど、やっぱりリードしているのが大きそうですね。うんうん、ここは役割になって、例えば数ワン引いてね、リャンワンの高めイペコとか、はい、ローワン引いて一通のテンパイとか、うんうん、まあ、役割は目指したっていう感じですね。なるほど。なんかこのね、普通だったらなんかリャンウワンとかに変わったらリーチも自然なんですけど、はい、なんか状況的には杉浦さん闇天にしてきそうな、うん、例えばローワン引いて一通とかでも、はい、そうなんですね。もう現状の点数が十分と、そうですね、ここに例えば3、あ、これで嬉しいですね。これ闇天で3900上がるだけですごい大きくて、はい、なるほど。はい、さあ略がつきました。カンリャンマンはここにあんこ、そしてバニー1枚切れてるので実はありません。ただ菊田さんがウーワン引いたら出ちゃいますね。はい、その展開があるんですね。これ中点取ったら出るけど、さすがに取らないかな。ちょっとね、打点が下がりすぎちゃいますからね。はい、確かにウーマン引いてきたらリャマンを切って、今猿川さんがつもぎったウーワンでウーワン山になくなったっぽいですね。猿川さんは出ておりませんが、あ、ごめんなさい、猿川さん杉浦さんが猿川さんになっちゃいましたね。はい、最後のウーワン乗ったんで、はい、これも菊田さんの補充はなさそうですね。うん、はい、補充回避、花岡なかなか進まない、あと一歩なんだ。全員勝負手になってきました。闇点を入れている杉浦、2000オールか3900上がるだけでね、もう周りと1万5000点くらいの差になるので、はい、さあここでチーソーをチーして、ペンサースにしそうですね。リャンゾを切ってペンサンゾのテンパを入れました。初本一、あ、チーソー入ってた。まあでもこれはチーテン取る手でしょうね。はい、さすがに吉野ももう余ってますもんね、ちょっとソーズが花岡から。そうですね、スッチーソーの二度受けのケースが当たるんですけど、比較的押しやすいのでテンパったら切りそうですね。はい、さあドラのウーピンがここに来てイーペーコ完成しておりましたが、こちらはパーピン切り。まあドラもイーペーコも一緒ですからね。はい、ソーズが2枚も勝負することになってしまう吉野。うーん、比較的ねソーズの上は切りやすくはあるんですけど、はい、食い伸ばしのケースを考えてますね。うん、切りやすくはあります。切っていきます。あ、しかも小さなノーチャンスなんですね。じゃあ急走は相当通せますね。あ、通しやすかった。はい、小さはね二度受けの可能性あるんで分かんないんですけど。さあ嬉しすぎる。
イーペーコー戻ってきた上にドラになりました。ただね、この順目だとテンパイ逃しちゃった方がちょっと痛いかもしれない。なるほど。吉野もこれでチーマン落ちしてテンパイを入れました。町は数チーピン、チーピンなら高め3色。チーピンがいますね、1枚。チーピンが1枚、そして三蔵も2枚山にあります。はい、花岡の当たり牌、リャンワンも0枚。どうだ、2対1対0。手は花岡があんこの牌切っていく。ジャントの牌でしたね。あ、ジャントの牌、失礼しました。これは安全度で、あ、でも数は安全っぽいですね。数万先ほど、はい、取ってましたね。切れております。いや、テンパらなかった。ドラ肩、ドラが遅かった。最後にいっぱい来ましたね。はい、ローソは相当危ないですね。んということで、花岡テンパイを崩して杉浦と吉野の2人テンパイで流局となりました。うーん、ちょっと花岡さんの目から吉野さんのね、町がね、もうスッチーピンとサブローソの2分1ぐらいになっちゃってたので、さすがにもう配定できるわけにはいかないと。うーん、これ以上失点するのは痛いってことですね。はい、うん、ちょっと2分1はね、厳しいですね。そうですね、杉浦さんとかもテンパしてたわけですし、はい、さあ杉浦の親番が続きます。ドラは数万です。お、良さそうだぞ。マントコはいい。ドラの数万が1枚、リアンシャンテン、はい、統一が多い形でした。んー、キクターはまだちょっとバラバラか。下の3色が見える。花岡イーピンがあんこ、これもちょっと本一まで見えそうですね。自然に一通とかになったら、その染めなくても高打点なんですけど、はい、一通からずれた時に一気に本一、鎮一まで持ってきたい点に見えますね。嬉しい、このペン3万。ただ他もまだ苦しいんだね、はい、菊田さん。これで両面がまたできてしまいました。これで見切りましたか。はい、上がりやすさ重視で。ただちょっと打点はなくなりそうでしたね。うん、そうですね。これがね、1位決める勝負だったらやっぱり鎮一残したんでしょうけど、はい、うんうんうん、まだね、その杉浦さんが抜けてるだけで、はい、2着まではまだ8000点差ぐらいなんで、はい、1回割るだけで一気に近づきますもんね。こちらの手です。さっき思ったんですけど、はい、あ、吉野ドラが統一になりました。ペーチャでペーも統一です。ここの宅の勝ち抜けの宅、めっちゃ辛そうな宅でしたね。そうなんです。アラさんとユンコーさんとワクツさんでしたもんね。はい、とってもただでさえね、厳しいその8分の1を抜けて、はい、その先にとんでもない人たち待ってるみたいな。アラさん、ユウコさん、ワクツさんは一次予選なのかっていうメンバーですもんね。もっと後で待っててくれよ、はい、もうボスがすぐに来てしまいます。そんな感じしますね。はい、ペイを仕掛けている吉野、ドラドラです。関連像が埋まった。これも両面両面で、はい、ピンフドラ1のチャンスで、またさっき言った理由で杉浦さん闇手にしてくる可能性は十分ありますね。なるほど。この馬は残していく。日給だったり1300オールで十分って考えるかもしれないです、うん、はい。ピンクドラ1で親番って大体リーチですもんね。そうですね。ただ2着残りだとどうするか微妙なライン、まあ、これでイーシャンテン花岡、ただ打点が安い。嬉しい、観浪マンを落ちして、これでイーシャンテンと乗りました。さあテンパイ入った、どうするか。おそらく闇天にすると思います。その今注目受けてる吉野さんの捨て牌にリャンワンが切れてて、うんうんうん、ウーワンもかなり通りそうなんでね、はい、闇天にしてると他の人からも拾えそう、はい、ということでリャンウーマン待ちのテンパイが入りました。杉浦闇天となりました、まあ、この辺はね、本当杉浦さん自信の表れだと思いますね。1300オールとか2900の加点でも十分、はい、自分はその十分だと、うんうん、無理に26オール狙わなくても勝ち上がり狙えると、はい、そういう選択に見えます、うんうん、さあリャンマンが花岡からつもぎられて杉浦の上がりになります、はい、ピンフドラ1、2900は3200。花岡きつい。そうですね、はい、普段みたいにね、杉浦さんがリーチしてくれたら絶対打たない牌だった時に、このルールのせいで、はい、ちょっと展開が悪いですね、はい、杉浦の連チャンとなります。
ドラはイーマン。さあここまで来ると吉野さんと菊田さんもねちょっと1位は狙わなくていいかなっていう気分になってくるかもしれないですね、うんうん、まあ、もちろんね2人ともまだ親番、菊田さんにだっては2回残ってるので、はい、もちろん親番で大きく加点できれば安全に通過狙えるかもしれないんですけど、さあ菊田は一面つ完成ドラも1枚、花岡はドラが少し浮いている形、形は悪くないですね、はい、吉野も単品系が狙えるか、うーん、一メンツ完成している杉浦ですが789などは狙えませんでした。一旦手慣れで進めて、はい、様子見て多分途中でやめちゃうことも考えてそうですね。そのくらいこのルールでね44,900ってのは大きなルールだと思います。なんでねやっぱりこのその1回勝負の2着残りだと、はい、結構あっさり曲が進む曲のケースが増えるとは思うんですよね、うんうん、そのさっきの杉浦さんみたいに、はい、なんか連チャンしてめちゃくちゃ浮いてやろうっていう人が少なくなるので、なるほど、親番落ちてもいいとか、はい、そのね、子供で役割は大体みたいにしようとか、うんうん、選択も増えてくるので比較的進み曲は進みやすいんですけど、杉浦の連チャンが止まりませんですね。はい、もちろんね手が入ったら上がりますからね、はい、逆にねそのこの後あの B ブロックの1回戦2回戦が終わった後の決勝卓はね、はい、ちょっと長引きやすくはあると思いますね。トップ、そうです、トップ取りの1位しか意味がないってなると、はい、そのタイトル戦の、はい、決勝戦みたいな、はい、なんか重苦しさが出てくることは多いですね。さっきのその A ブロックはね猿川さんがもうゴリゴリに押しまくってそうですねもぎ取ったみたいな感じだったので、ね、比較的早く終わったんですけど、はい、あそこまで思い切れる人はなかなかいないですからね。モンキーマジック出してました、はい、めちゃくちゃ強かったです、はい、さあ菊田もなかなか手が進みません。花岡これで2メンツ完成、これでドラ切りそうですね。もう単位青ができたということでドラを切っていきます。ただちょっとチーテンとかは取りたくないぐらいの状況、できれば面単品でリーチしてその上がりを狙いたい、はい、加点したいですね。菊田さんは 1,2,3 だけ狙ってならなかったら安全に行こうっていう対進行ですね、はい、石野さんはちょっと手配進まなすぎてこの辺で折り考えてますね。その安全牌のシャアを置いて手配スリムにしていきました、うんうん、3品をチーしていきました菊田。これでイーシャンテン、3色のイーシャンテンです。欲しい牌は三蔵とリャンウーマン。三蔵が残り山に1枚だけしかないんですね。こちらに統一。さあ杉浦さんはこの仕掛けを受けてやっぱりやめになりましたね。はい、このペン3品チーだと例えばドラが E1 なのでね、純ちゃん3色ドラ1とか純ちゃんドラドラとか高打点の可能性があるので、はい、そういうのに関連するパイはもう何一つ下ろさないかもしれないですね、うんうん、でこうなると菊田さんが泣きづらくなってかなり上がりづらくなる。で吉野さんも手配悪いので花岡さんにチャンスが来るかも、はい、って感じします。これでもうね酸素も切れないし、おそらくパワーワンパワーワンとかの現物を抜いていく感じになると思うんで、うん、花岡さんがイーペーコーの方にしたんですよね。全然はい、そうですね、パワーを切って、はい、広さよりも打点重視にしました。イーペーコーのイーシャンテン、リャンウーマン引ければ大チャンス、うん、これでもう終わりになりそうなぐらいですね。ですね、チートイツとかで粘る手もあったんですけど、はい、これは目いっぱいにするか、目いっぱい持ちました菊田。あちょっと裏目だけどしょうがない、はい、一度天敗を逃した形になりますが、高くなって戻ってくるかもしれない。そうですね、打点欲しいですもんね、はい、あただもうリャンウーマンが壊滅、はい、薄い。じゃあ菊田さんも厳しいですね。そうですね、菊田の天敗も厳しくなってきました。リャンマンが0枚、ウーマンが3枚か、3枚もいるんですか。ウーマンが2枚ぐらいかな、1人
人ずつ持ってます、ね、あ、そうですね、はい、ウーマン2枚です。じゃあ花岡さんはマックス残り2枚のウーマンを引いてやっと満貫ですね。そうですね。ちょっと厳しいですね。厳しい。順目も深いですし、でさっき言ったように菊田さんはねまだ高打点の可能性があるのでね、はい、花岡さんからしてもそういうのに報酬してしまうとますます厳しくなってしまうので、どこまで行くか。あ、三蔵がこれでなくなりました。なくなった。菊田が欲しかった三蔵。でもこれもしかしたら杉浦さんが合わせる可能性が。なるほど。安牌が足りてたらおそらくしないんですけど、はい、この後他の人たちの対応まで含めて安全牌を残しておきたいって考えると、もしかしたら通ってるうちに切られる可能性は若干ありますね、はい、まあ、でもパッと見足りそうではありますね。マンズの上がほとんど大丈夫ですし、はい、チュンも大丈夫そうですね。多分酸素にはならないですね、はい、さあこれで位相はつもぎり天牌一応リーチありますね。3万と数万のシャンポン待ちで天牌となりました。リーチとはいきません。これで菊田さんが絶対宝珠になりました。天牌ったら本当ですね。3万か数万切らないと天牌できないので、あ、まあでも順目的に E1 切るってありますね。リアン1引けた時はこちらですね。はい、妻番はあと1回、まあ、でも E 数1に危険度そんな差がなさそうなので自然に数ワンで宝珠になる可能性も十分あるんですけど、うんうん、あ、これでウーワンここに来た。さあテンパったら宝珠の可能性が高い。テンパる牌もほぼなかったですもんね。なるほど。これが牌底牌となります。はい、花岡の一人テンパイで流局となりました。地味に大きいですよ、はい、この3000点嬉しいですね、はい。杉浦さんはねその2番手候補の菊田さん、うん、吉野さんが能天で局が進むならもう理想の展開ですね。嬉しいですね、はい、先手の失点で親を落とすことができました。はい、トン4局親は菊田。ドラはウーマンです。お、菊田悪くなさそうだ。一面つ完成。ドラはないですけど、はい、リーチまではいけそう、うん、そして花岡は単野牌は多いですけどメンツはなし。うん、吉野もドラムが1枚。なんかこれといってめちゃくちゃいい人はいないですね。そうですね、はい、杉浦さんに至ってはねもういきなりちゃんとか国士かみたいな手組みにしてもおかしくない、うんうん、パー1からいきましたね。これで2メンツ完成。チートイツが早くなりそうです。タンヤをチートイツがある花岡。吉野さんもねドラが含んだメンツあるので一旦手なりで進めたいですね、はい、この一番のライバルの菊田さんの親番での上がりは非常に価値大きいですからね、うんうん、あ、もうインシャンテン。タンヤをチートイツのインシャンテン。これはタンヤをだけにしたいですね、はい、はい。打点的にタンヤをチートイツで即リーチも考えられますね、はい。ただチートイツはここからが長いんですよね。そうですね、はい、白も重なりました。これはちょっと上がりにいけるかも、うんうん、ドラを引いた。ドラのウーマンが1枚来てダブトンを切るかペンス、あ、3ピンを切るか、うん、3ピンから一気にな、お、来ました来ました。これリーチありますね。早速リーチといきました。花岡にタンヤをチートイツのテンパイが入りました。町屋パーソー山に2枚。お、山に2枚いいんじゃないですか。でしかもね他の人たちはこれは押しづらいですからね。杉浦さんは余裕で降りなんですけど、はい、どの順番で降りるか、うんうん、菊田さん吉野さんからするとこのラス目のリーチは怖いですね。怖い。本当に打ちたくない。ただ通ってる牌もそんなにないですね。でしかも2人ともね、はい、手牌整ってるんで、うん、一旦頑張りそうな感じしますね、うんうん、とりあえずまっすぐ進めていくか。パーソーは山に2枚。天牌一旦取るか筋の9番を切って外すか。はい、天牌を取りませんでした吉野。価値のある天牌なら押し返そうっていうことでしょうね。そのピンフイーペイコードライチだったり、はい、マンズの後継で追いついた時を押し返すけどちょっとリーチドライチのカンパーワンだと行きづらいか。はい、ただまた天牌仕返すかもしれない。そしてウーソーが切れてパーソーが筋になったので
全員掴んだら危ないですね、はい、現状で言うと吉野さんと菊田さんはおそらくつもぎりになりますね、はい、さあもう一度テンパイ失敗しました。これは役割なのでスチワン切ってテンパイ取りそうですね。はい、チーマンを切ってリャンウピー待ちのテンパイが入りました。ピンフドライチ山に4枚いますね。4対2、やっぱり追っかけリーチはしないんですか。いや、あると思います、はい、あると思いますけど、さすがに自分で3枚使いのリャウンピンじゃ弱いっていうことですね。ちょっと待ちが弱いと、はい、そのね、状況的には1326、1300、2600めちゃくちゃ有利欲しいので、リーチする手もあると思いますけど、さすがにちょっとね、待ちが自信なさそうですよね、はい、これじゃ菊田もいいシャンテンで、リャンピンが1枚流れたので今3対2ですね。3対2いい勝負だ。菊田さんもいいシャンテンで待ってるので3人のめくり合いまでいくかも。あ、パーソーからこれは先に白切れるか。いや、パーソーから、パーソーからになった、リーチ単野落ちといつ6400花岡の上がりとなりました。うん、大きい。このパーソーはなかなか止まらない。嬉しいですね、花岡。そうですね、これで一気にもう、うん、一上がりで2着になるところまで来ました ね。さあ何番に入ります。花岡の親番天杯量と6400で、うん、一気に差を縮めましたん で、ね、だいぶ回復しました、はい、ドラはウーマンです。このくらいになるとね、場合によってはその最後まで条件残りそうですからね、はい、さっきまでは頑張って親番連チャーしたいって思ってたでしょうけど、こうなるともしかしたらそのバランス取ってくるかもしれないです、はい。ドラが1枚、一面つ完成。吉野は初が統一、そして想像で一面つ完成、はい、普通はねこれ五六地の三色とか五六段の三色とか見えますし、じゃ、はい、あの初ポンするとジャントなくなっちゃうので泣かないことが多そうな手配なんですけど、はい、このルールだと一泣きからしていくかもしれないですね。二着までに入りたいと。そうですね、この花岡さんの親番落としておくのは大きいですからね、はい。こちらの手配です。これでさすがに泣かないかな。ペン3ワン払って3色も狙えますからね、はい。まあ、でも泣いてもおかしくないですね。うん、難しいですねこのトーナメントの、うん、タイプ的にもスルーしそうな気はしますね、はい。ポンテンとかになったら取るかもしれないですけど、なんか吉野は麻雀のスタイルを聞いたところ、はい、泣きもできる面前型を目指しているというよくわからない回答が返ってきました。まあまあみんなそうなんじゃないかな。はい、そうですよね。できない人はいないですね。泣きができない人はいないので、面前で強い人も泣きますからね、はいはい。泣かないで強い、本当超面前型はもう本当黒沢さんとかそんなレベルになっちゃいますからね。そうですよね。ちょっと漫画家っていうぐらい泣かないですからね。本当ですね。漫画のキャラクターぐらいですよね、本当に。それであんなに勝ってることがすごいですよね。もうバケモンですよ、はい。花岡はどうしていくか。ドラが1枚浮いている形絶対に使いたい、はい、ペンチース払うかイーピン払うか。急走を払っていきます、はい、ちょっとゆったりとした構えですね、うん、これは吉野さんってポンテンの形になりましたね。これで関数ピカン関連アス払って、はい、こうなるとポンテン取るかもしれないですね。杉浦さん難しい。急走切ると、はい、9ピン引きでの3色にするか、うん、パーワン切って一旦シャンポンにしてピン変化狙う手もありました、はい。ただここはダイレクトの上がりやすさも重視したのかな。リャンワンが2枚切れだったんですね。あ、なるほど、はい。ペンチーワンでテンパイを入れていますが役がないので上がれません。9ピン引きの役割、ね、あたたたたた、あたたたた、まあ、でもしょうがないですね、はい、リャンワン2枚切れ789の3色もあります。手代わりでまだ9ピンチーとかできますからね。あ、そうですね、まだ食い替えがこのルールは、まはいはい、ありますね。今期まで、はい、その来節からね。そうなんですよね、日本プロ麻雀連盟の公式ルールの少しね改定が行われて、はい、食い替えなどもなくなるんですが、このグランプリマックスは、はい、2002年度の対局なので、はい、まだルール改定が適用されていません。ということで杉浦さんの手はね、うん、9ピンチーしてローピン切る手もあります、はい。ちょっと食い替え
できるルールってなかなか珍しかったじゃないですか。そうですね、なのでちょっと私は寂しいんですけど、はい、まあでも戦術的にはちょっと幅が広、はい、あの狭くなるかもしれないですけどね。さあ吉野が初を仕掛けて、やっぱ1枚目からいきましたね、はい、1枚目からいきました。テンパイを入れました。町屋良三、そうこういうツモを引いた時にピンフ変化できたんですけど、これでもね、カンチーワンにしながら6、7、8の変化も、ね、狙えると。はい、そしてリャンゾーは山に4枚、4山、はい、4山です。おー、あー積もりました。強い杉浦、ツモドラ1、500銭杉浦の上がりとなりました。抜群の安定感ですね。何でも上がる、はい、A1 リーガー杉浦勘助、はい、でここで杉浦さん目線は、はい、吉野さんのお野菜流れてしまえば、うんうん、もうほぼ 100% に近い確率で自分が勝ち上がり決まりますね。下の人にね、親番がそれぞれ残ってるとね、親番で大きい連チャンされたら自分が3着になる可能性あるんですけど、はい、2人を一旦かわしておけば、はい、もうほぼ 100% に近いですね、うん、吉野の親番ドラーパー1です。トンからいく、ちょっとまだバラバラか。杉浦が9層があんこ、9万が統一、8種とかでしたか、結構ありました。はい、さあ花子さんいいですよ。いいですね、イペコも見える。タイヤオピンフイペコだと高い、うまくいけば3色まで。さあ9がいっぱい来る。これはちゃんたけにはいかないですね。いかないんじゃないんですかね、自然に手なりで上がれればいいけど、うんうんうん、無理はしたくない状況なので、はい、もう単純に言ってしまえば手牌の中に2メンツある状況ですからね、はい、まっすぐ、ここはまっすぐ行こうか。メンツが構成 しにくいチャンタにしなくても十分つま上がりを目指せますからね、はい、で1メンツ完成。菊田楽しみなのはこちらです。いいですね、はい、2冊子は見切っていきます、はい、もう手牌十分ですからね、うん、もうほんとさっきの6400がでかかったので、はい、もう吉野さん、2番手の吉野さんとはわずか600点差なんで、面単品ツモだけでもうめちゃくちゃ大きいですし、はい、うまくいけば面単品イペコでマンガクラスも狙えますからね。さあ楽しみな手です。吉野さんはドラがパワー1なんでちょっと難しい、はい、両面に変わりましたが、ちょっと1、2、3はなりづらそうなのでね、ここでイースを切って、うん、その3色なるなら上の3色、はい、6、7、8の3色とかにしました。菊田の元にもドラが1枚。菊田さんは白泣くが難しいですね。今ドラ引いたことによってね、面前でもこう打点目指せるようになったので、はい、もしかしたら白スルーしてこう打点狙うかもしれないですね、はい、菊田さんもね、仕掛けと泣き、あ、ごめんなさい、仕掛けと面前どっちもやるタイプなんでね、うんうんうん、むしろ結構仕掛け多いイメージもありますけど、自身ではバランス型と言っておりますね、はい、うん、さあイーシャンテンなんですけど、ペン3ピンが2枚切れなので、先にペン3ピンを切るか、自然にイーシャンテンにはしました、はい、まっすぐ行きました、はい、杉浦さんね、ちょっと手なりで進めようと思ったんですけど、なんか思ったより親の安牌とかが増えなかったせいで、うんうん、ちょっと自牌残しながらの進行に変わりましたね。さあ嬉しい、これでイーペーコも完成して、花岡がウーパーピンマツのリーチといきました。リーチ、タンヤオピンフ、イーペーコまで確定しております。山子、山子、これはでかいぞ。これ積もれたらめちゃくちゃリード大きいですよ、はい、テンパイ、これを勝負いくか、働きでカローマン切るか、いくと思いますけど、どういくか、はい、菊田もテンパイが入りますか、形はドラ切ってリーチしたいんですけど、ああいかなかった、白の統一に手をかけました。さすがにまだ親番あるのも大きいかもしれないですね、うん、ここで大きな補充しなければまだ十分戦えるんですけど、はい、ドラで補充しちゃうとね、致命傷になりかねないということで、そうですね、スーピンここに1枚流れましたが、まだまだあります。杉浦からは出ないでしょう。まあこうしといてもね、ドラにくっつきでの勝負点の復活は十分あるということですね、はい、ドラのパワーもまだ山に2枚いるんですね。じゃあ菊田さんが打つ可能性も十分あると、はい、菊田の押し返しもあるかもしれない。ただウーパーピンたくさんある。
吉野さんは先ほど三種あごめんなさいイーシャンテンも取らずにここは受けになりそうな感じしますね。ドラも切れないですしね。親番ですがまだ一旦我慢なんでしょうか吉野。この後ドラが重なるとかしたするぐらいじゃないとウッパーピン掴んじゃいましたね、はい、どんどんウッパーピンが吉野の元に流れていきます。イーシャンテンで勝負ぐらいはしたかもしれないんですけど、グッピンここに来た。これはリャンピンとスライドできますね。二刺しの可能性も若干あったんでね、はい、安全な方で行きましたね。これで酸素も切れないということでもう現物になっちゃいましたね、はい、菊田の押し返しもある。チーピンもう打ちづらい。スーソも打ちづらい。これは無理かな。筋が2つになってしまった。うん、やめそ うということで一旦現物を抜いていきます。ちょっとね浮いてしまった牌がどれも危険牌なので、でちょっと押し返しも難しそうですね、はい、菊田さんは。これでほとんど花岡さんが積もるかどうかの状況になりました、はい、ウッパーピン減りました。ウッパーピンは4、5、6、 2山まで減ってますね。2山はい3枚吸収されましたね。ただまだあるぞ。なんかでも5山だったのに、まあそうですね、2山って聞くとちょっとはいなんかなってなりますよね。ただ一人天敗の場合でもね、でも全然全然戦いますからね、はい、むしろ瞬間は2弱目になりますからね。そうですね。ただ積もれると一人天敗では相当違いますよ。山と、はい、の戦いだ。残り積も番あと1回となります。ここでねマンツもしちゃえばね、おそらく次の曲、うん、杉浦さんが連チャンしてこないので、はい、うんうんうん、吉野さんは残り2曲でそのマンガン積もられさ 、はい、親かぶりの差を縮めなければならないのでかなり厳しくなるんですよね、うんうん、じゃあ最後積もれるかウッパーピン。いないのか。山に5枚最初リーチ当時はあったのですが積も牌にはありませんでした。リートは気づけませんでした。はい、さあ勝負手だったのですが花岡一人天敗で流局となりました。これで何3局まで進みます。杉浦の親番これでね、先ほど言っていた杉浦の勝ち抜けはほぼかなり濃厚ですね、はい、おそらく無理に連チャンしてこないとは思います、うん、もちろんね早い手入ってね自然に上がれるときは上がれると思うんですけど、うんうんうん、別にね親もそんなこだわる人はない、はい、ところではなさそうです、はい、杉浦の親番ドラローソーです。うーん、ドラローソーちょっと面前で仕上がるかどうか微妙なところなのでもういきなり迷ってますね。そのいきなりその思いっきり中の方から切って折りに向かうか、はい、ただ一旦その形その単野牌は多いのでね、単野とかですぐ上がれる可能性もあるということで一旦普通に進めました。そして花岡が一面つ完成、吉野もドラメンツ完成。菊田はピンズに向かいますか。ドラが1枚ただ浮いているんですね。菊田さんはねまだ一応親番あるのでね、うん、この点差のまま親番迎えれればまだなんとか戦えるんですけど、はい、杉浦はどこまで手を広げていくか。いや広げたくないです、はい、ですよね、はい、ということで連続切り、はい、結局これで両面もできてしまいましたマンズで。もうね、その杉浦さんがここからまくられるのって相当レアケースで、うんうん、今この曲に花岡さんか吉野さんが羽マンとかを積もって、はい、瞬間自分が2着目に落ちた後菊田さんの連チャンとかしかないので、はい、やっぱりこのルールで羽マンとかはね相当出づらいですし、です、ね、何よりね下2人が争ってくれてるのでね、はい、そういう小打点も出づらくなっていると、うんうん、ということでもうやっぱりこの曲落とせればねかなり勝ち上がり濃厚にはなるので大きい宝珠だったり、うん、他の人の大きい手が出る前に終わらせたいと思ってると思います、はい、安全に進めていくでしょうか、はい、さあ菊田は先ほどマンズで両面が2つできたのでこれはピンズとはいきませんでした、はい、ドラのローソも置いてますしね、はい、むしろピンズでマンガン狙うよりも単位をドライチとかでリーチまで行った方が早そうですね、うん、ドラにくっつけたい。さあ吉野さんと大篠さんめっちゃチャンス、はい、しごろができていきます、はい、一瞬点
まあ、お互い花岡さん吉野さんは結構僅差なんですけど、うん、できれば相手に条件つけたいんですよね。オーラスの条件をつけたいと、ね、例えば1000点上がるだけで OK とかにしちゃうと、うん、やっぱり、まあ、来られる可能性は増えるので、はい、例えばこの吉野さんの手ですね、はい、これ泣けばポン点の2000点で一旦かわすんですけど、うん、それだとちょっとオーラス、うん、心もとないのでこの順目だとおそらくポン点取らずに面前でリーチでぶつけたいと思ってると思います。さあイーシャン点、おお、でも狭く受けましたね、はい、現状はねウーソを引いた時だけピンフになるリャンウスの二度受けでかなり弱いイーシャン点なんですけど、うん、はい、ちょっと安全度重視しましたね。思いっきり広げてシャー切る手もあったんですけど、そうですね、まあ、ドラは切りたくないっていうのが大きいですね。多分ドラを使うテンパイにしたい、はい、なんか伸びてますねなんかもうツモがすごい自然に上がれちゃうとかあるのかな、ローマン貫通。いやでもやっぱりその手組としては怖いと思ってまると思いますよ、杉浦さん本人も。これねここで花岡さんとか吉野さんからリーチ来るとめちゃくちゃ辛いですからね。吉野も全然テンパイしない、イシャン手が長い、吉野さん欲しいローマンがないんですよね。そうだ、あこれチュン残したい。あーでも強くいきましたね、はい、上がれそうなら一旦上がっておくかと。それぞれの安全牌があるっていう感じですかね、うんうん、どっかからリーチ来てもそこには対応できると。そっか、吉野のサブローマンは残り3万が1枚しかないんですね。なるほど、厳しい。さすがにこれサブローマン払えないですからね。払えないですね、はい、初切るか小さごパースを切るかの選択に見えますね、うんうん、はい、さすがに広さで小さパースを切りたいですね。初は出ますがポンしましたね。順目の問題が大きいですね、はい、吉野、はい、初のポン点を入れました。さっき町場サブローマン序盤だったら高打点狙いたいんですけど、ちょっと順目的に他の人がテンパっててもおかしくないぐらい、もう2巡目も終わり、あ2段目も終わりそうなぐらいなので、はい、なんか誰かからおお嬉しすぎるこのウソ、花岡にピンフドライチの点、おお8枚目積もりました。吉野初ドライチ500銭、いい判断になりましたね、はい、500銭、600、1100、順目深いとはいえスルーする手も十分あったので、サブロはまだションパイですし、はい、まさか8枚目だとは思ってないでしょうね、はい、急差が4枚切れてたってのも大きいかもしれないですね、うんうん、さあオーラスになりますので、ここで条件計算の時間になりますね。相当近いですね、はい、ちょっと下だって吉野さんが2000点の1本場上がっただけなので1300で届かないかな、1500点差。菊田は親場なので続けるだけ、はい、花岡さんは1500点点差を縮めると逆転なので、うん、ごめんなさい、花岡さんと吉野さんはどっちがその番手は上でした。花岡の方が上ですね。ということは同点でもいいので、はい、400、700を積もっても同点で花岡さんが立ち上がりということ。なるほど。400、700でいいんですね、花岡。ごめんなさい、間違えました。あ、間違えましたか。はい。全然違いました。400、700は同点じゃなかったです。はい。はい、普通にまくります。300、500だと100点足りない。はい。だから積も上がりは400、700以上、出上がりは1600点以上、直撃は何でも OK ということですね、はい、だいぶ軽い条件ですね、はい、こうしたくないからさっきの手をね、吉野君は、吉野さんはね、そうですね、その面前で頑張るっていう手もあったんですけど、その見切って仕掛けがめちゃくちゃうまくいきましたからね、はい、そうですね。さあオーラス菊田の4番、ドラは3増で吉野が早速仕掛けていきました。シャーチャでシャーをポンしていきます。この曲ね、杉浦さんはね、親にさえ打たなければ、うんうん、そのうち通過が確定するんですけど、はい、これだけ手配いいとね、一旦上がりに行く可能性ありますね。その3人がかりでこの曲を終わらせようっていく可能性は十分ありそう。吉野は頭がない形、おーローソ切りましたね。その関連数がめちゃくちゃ弱いターツなので、はい、ドラ表示配ですでに2枚切れているので、そこに変わるターツを作りたいとは思ってると思うんですけど、このローソ切りから見ると今あるターツで勝負でもいいかなって感じしますね。確かに上がりたいだけならね、ドラも切って、そうですね、いい、まあ、自然に変わるなら
採用しようっていう感じですね、はい、さあ親番菊田絶対に続けたい。ただ吉野の仕掛けも入っている。菊田さんはリーチって言ってしまえばね、うん、周りが全員受けてくる可能性高いので、はい、そこまでたどり着けるかどうかが大きいです。杉浦さんも形良くなってますね。はい、うん、すまない。花岡も400、700でいいんだけども、まあ、あのリーチのみでも十分可能性あるので、うん、はい、手なりでは進めると思います。さあスーピンは切ってますけど、現状がね6ブロックになってるので、はい、今カンリャンワンかカンチーワンを選ぶ手もあったんですけど、ここは手なりで、あの一番受け入れ、あのシャンテン数が進む牌が一番多い選択にしましたね。なるほど。ただなかなか進まない。間に合うか。この後杉浦さんが受けに回る可能性高いので、はい、菊田さん脳天で終了すら、そうですね、何も泣かせてもらえないことになるかもしれません。これで完了1払うかな、はい、これで5ブロックにしていくかと思います。はい、イーマンから。ただ数ワン引いた時は採用したいので、もうめちゃくちゃ広く、はい、守備は考えずにイーマンから切っていきましたね。みんな手が止まってますね、はい、誰も進みません。ああ、これも菊田さん K 点すら目指していってもおかしくないぐらいの順目になってますよ、はい、さあ広いイーシャンテン、はい、イーシャンテンとなりました。シャーオポンしている吉野、はい、たださっき言ったようにカンリャンスの部分がめちゃくちゃ弱いので、はい、そこが残る天牌だとちょっと大変。うん、さあさっき言ってたやつですね、数万を引いたのでこれで E ピンの統一落としとなりました。うん、難しいですね。なんか天牌までの広さは微妙なラインだったんですけど、うん、これだとね単用で仕掛けて上がりまで可能性あるのでね。さあこれイーソ酸素考えてますね。来ましたね。おお、もうドラの三蔵の方から切っていきました、はい、上がり重視、とにかく上がればいい。2人勝ち上がりのこのルールです。うん、リアンシャンテンですからね、もう多分泣ける牌が出たら全部泣くんじゃないかなとは思います。お、パーピンで追いついた。吉野が9万持ちしてテンパイが入ります。ウーパーピン待ち、パーピンが1枚だけ。そんなに薄いんですね。ただ待ちは変わるは変わりますし、はい、菊田さんから、あーでもウーパーピン出る可能性ありますね。あ、本当ですね。菊田もウーマンを両面チーしていきましたが、どうなるか。さあ数ワン切るかリアンスを切るか、これはちょっと変えづらい。はい、振り点ですね。何は急走が貫通になった。菊田さんに対して薬牌は全て切れてますね。ということは菊田さんに対しては単ヤオで打たなければ大丈夫なので、はい、急走安全牌ということで切りたくないはないですね、うんうん、テンパったらカンぐらいにしますか。来ない。花岡もなかなか進まない。もう一回リアンゾ。ただこれで広いシャンテン、ローピン切るとチーテンが入ります。ただその場合報酬になるかも、はい、うんうん、あ、これで、お、これで大丈夫。パーピンが出ない形となりました。菊田にもテンパイが入ります。ローキューピン待ちですが、ローピンでしか上がりません。来た、さあ来ました。花岡やっとテンパイ、しかもサブロッキューソ待ちですね。いやでも薄いですよ。薄いんですね。チーマンは現物2枚サブロッキューソ、2対1か。さっき急走がここで悲しみの間しし、ね、花岡絶望だ。まだサブロッソがある、大丈夫だ。いや、はい、杉浦さんからは急走上がれないんですよ。あ、そうですね、はい、1300ですもんね、はい、1600点必要なんですよね、はい、ということでツモ上がりか吉野からの直撃のだけですね、はい、はい。さあ現物のパワーピンを切るか、無筋だけどかなり通りそうなパワーを切るか、うん、していく。三蔵だ。そうか、三蔵はドラなんですもんね。三蔵なら
誰からでもいいんだ。どうだ、三蔵がスーピン。これはさすがにパーピンですね。あ、でも菊田さんにパーピンが危ないんですね。ドラが自分から1枚しか見えてないので、菊田さんが高打点テンパってる可能性もあると考えると、親の現物のスーピンを切るか、リーチの現物のパーピンを切るか。ただね、やっぱりその花岡さんに打ったら終わるのに対して、菊田さんに打ってもまだ続行、うん、って考えると、ね、ここはスーピンかチーピンを切る手だとは思うんですけど、花岡だけには打てない。パーピンの方に打った。パーピン切りにしました。あ、ごめんなさい、間違えましたね僕。花岡さんに打てないからパーピンを切る手だっていう話でしたね、はい、ごめんなさい。さあ、これで流局となりました。菊田、花岡、吉野の3人転敗で流局となります。さあ、これで花岡さんの条件がちょっとだけ軽くなりましたね。ですね、先天棒が落ちてますね、はい、それは自分のなんで変わらないんですけど、本間が増えたことによって、はい、1300の出上がりも多くなりましたね、はい、先天では届きません。オーラス続行中です。だからさっきの杉浦さんから急速出てたら上がれないんですけど、はい、今度は上がれるみたいな、はい、ちょっとだけ変わりましたね。1300大丈夫になりました、はい、菊田の親番トラリャンマンです。どうだ、一メンツ完成、悪くはなさそう。いいですね、いい、めちゃくちゃ速そう。吉野 またシャーチャでシャーが統一、上がれそうな手配です。杉浦はチュンガアンコ、これは全部泣いていきますね。チュンガアンコで安全も確保しながら泣いていける、ね、ということですか、はい、急に親リーとか来ても、うん、最悪チュンのアンコで進めますからね、はい、手配進む牌は全部泣いてもおかしくないです、はい、ただ菊田さんもかなり早いので、そうですね、もうリーチって言ってしまえばかなり連チャンの行為になります。ちょっと苦しいか。さあ、シャアを仕掛けていきます。シャアチャの吉野、スーピンなんですね。E ピンじゃないんですね。そうですね、まあ受け入れはどっちも一緒なので、はい、ウーピン引いた時に両面に変わるかどうか、うんうん、そのくらいの差だったら安全度重視しようということですね。さあ、花岡さんはドラはない。シャアを加冠していきます。吉野、カンドラは増えません。これは冠しやすいですよね、はい、吉野ルールは。杉浦はね、吉野に補充してもほぼ勝ち上がりということで、まっすぐ進めていくんでしょうか。1万2000だけはダメなんですよね、うんうん、さっきまでは良かったんですけど、はい、今の一人脳天を受けたことによって1万2000の補充はできなくなったので、はい、むしろね、なんかリーチに対しての方が打ちやすいですね。あ、そうなんですね。その花岡さんも吉野さんも、うんうん、ダマで満貫とかダマで、ね、高打点あったら絶対見手にするじゃないですか、はい、まあ、役なしのドラさんとかあるんですけど、うん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 、そのリーチに打っても跳ね満って言われるケースって相当なくて、なるほど、絶対見手になるんで、はい、それに対して仕掛けだと分かんないんですよね。そうですね、なんか自然にドラアンコのトイトイまでつきましたみたいな。でも今 その吉野さんの酸素値したことによって、はい、跳ね満はもうほぼ可能性なくなりましたね。じゃあドラさんでもだったり本一だったり、はい、何がついたとしても、うん、満貫止まりだろう、ま、ですね、はい、ということで吉野天牌入りました。吉野さんが天牌って考えたら、そこに打つ可能性のある牌は自然に下ろしていく可能性はありますね。リャンピンとチーソーのシャンポン待ちです。リャンピンチーソー結構いますね。リャンピン1枚にチーソー2枚ですか。お、さあこれは両面に変えるか。6球層これ強くないですか。そうですね、6球層待ちに変わって山子、しかもウーソー切りだとチーソーですから、ちょっとああなるほど、ね、杉浦さんが6球層持ってきたら、はい、あーでもこれリーチ入って6球層取ってない。ここ本当ですね、菊田からリーチが入りました。待ちはスーチーピンです。これも4枚いる、4対5スーチーピンだろ。これは押していく。スッチーピン4枚、ロキソ5枚。ただ菊田さんは上がっても連チャンだけど、吉野さんは上がれば決まり。はい。これはね、多分降りないですね。
あっさり積もりました。一発はつきませんが、リーチ積もピンフ1300は1400オール。これはかなり近づきましたよ。はい、まだまだわからない。さあ、花岡さんは1000点でもよくなりました。あ、ごめんなさい、リーチも取られたのか。2000点必要になりましたね。2000点、今2500点差ですね。はい、菊田の連チャンが続きます。ドラはパーピンです。2人勝ち上がりのこのルールとなっております。菊田一面図鑑性悪くなさそう。悪くないですね。はい、どこからいくか。チュンからいきますか。チュンからいきそう。はい、花岡は2000点ですね。はい、出上がりは2000点ですね。はい、2500点差ということで、400、700はどう、あ、変わりますね。積も上がりは400、700必要。はい、出上がり2000点の直撃は1000点で、この手牌なので、リーチピンフとかにはしたいですね。はい、吉野が一メンツ完成、次裏がいい。いいですね。はい、これは何本しそう。はい、これだけいいとね、一旦上がりに行きたいですね。菊田もチートイ方面にもなってきました。さあ、花岡さんも進んできました。みんな悪くないですね。吉野さんが何切ったらかなり杉浦さん、はい、チャンスです。っていうか、その上がりに近いですね。そうですね、吉野は杉浦がね積もってくれればそれでも勝ち上がりとなります。そうですね、はい、しかも2000点打たなきゃいいのか。ここで何が出るか。まだ出ない。ウーピンからチーまではさせていいのかな。おー、白まで統一になりました。これで薬牌以外からも仕掛けそうですね、うん、むしろ薬牌以外から仕掛けた方が手牌の安全度が高そう。これは泣きそうですね。出ました。泣かない、泣かない。そうして、ちゃんと白自身であんこにすると。ということは、さっきも何出ても泣かなかったっぽいですね。はい、なんかさっきよりもその4着目の菊田さんが近づいたことによって、うん、その宝珠のリスクが上がったということですね。さあ、これでテンパ入りました。リャンパーマン待ちです。これ吉野さん打っても大丈夫。あ、打って大丈夫なんですね。はい、そっかそっか。リャンパーマンは強そう。強そう。てか、花岡さんのリャンマンがほぼ助からない。なんと、このリャンワンですね。ま、今切ってもおかしくない。まだ出ないかな。はい、はい、3ワン引いたら嬉しいですからね。決着がつきそうか。さあっさり積もりました。白積も700、1300は900、1500。杉浦最後も自信で積もって勝ち上がりを決めました。全く危なげのない勝ち上がりでしたね。はい、トップから杉浦、はい、そして2着に吉野、はい、この2人の勝ち上がりとなりました。はい、続いて B ブロック2択です。